はいこんにちはこういうチーム編成の時に、えー、サルタナをコスチューム側で持っていないのでサルタナの毒ダメージとベラの毒ダメージが被るのが悩みでした、えー、紫のアタッカーとして、えー、キルハイヤーを使ってみます はい、育成中ですね。はい、行きまーす。はい、では、えー、ダイヤをいろいろ作れますね。とりあえず、黄色ダイヤを作って、紫3を消しましょうか。おう いきなりセンターぶち抜けましたね。ええー、では。では。ええー、盤面に紫を呼び込むために。ええー。ダイヤ行きましょうか。せっかく作りましたしね。 はい。では、紫を寄せることを考えて、ここ行きます。えー、では、紫3を消しましょうか。えー、それでは、えー、スキルを発動する、えー、コングを狙いましょうか。 これで倒せるかなさらに紫を2玉消して順調ですねはいキルハイヤー育ってないので、えー、一撃で倒されちゃいましたはいこれからに期待ですね はいでは、えー、ここ行きましょうかパズルーンはめちゃくちゃいいですね今回はい攻撃力を上げてでカディレン狙いましょうかえー、もう温存せずにいきましょうか 圧倒的優位ですもんねはいではえあとはカディレンは毒で倒れると思ってますはいでは紫を空打ちし空打ちじゃないやグダグダだなゲームとしてははいマディアが、えー、ゾンビ化を発動しましたがそれを影ブラードで消してさらにオニクスを当てます はい、ありがとうございました。失敗動画でしたよね。<laughs> はい、ありがとうございました。